なかりです。コーラス真中です。歌ってみたいかいてんです。ハモってみたいきいなです。せーの、ハマってみんしゃい。間違えました。せーの、ハモってみんしゃい。We are ポトフワンダーランド。誰ですか？どうも本日ソーラン節を伝えに参りましたソーラン節の伝道師杉口アナです。どなたですか？1年ぐらいかけてその出る人たちと練習してて、そしたらなんかどうやらキッズたちがソーラン節を歌うということで、はい、長谷参じました。お願いします。で、まずそうですね、ソーラン節知ってましたか皆さん？体育祭とかで。そうですね、小学生の時に踊ってましたね私は。ソーラン節っていうのはそもそも労働歌ってわかりますか？わかんないです。わかんないですか？まあ労働って働く労働に歌って書いて労働歌って言うんだけど、昔の人が畑仕事とか炭鉱行ったり、漁師さんもそうなんだけど、その時に自分たちでその歌を歌いながら作業をすることによって効率が良くなるっていう労働っていうまあ今で分かりやすく言うとジャンルみたいな労働歌っていうのがあって、それがもともとの民謡の成り立ちですと。でこのソーラン節っていうのは、その漁師さんたちが漁に出る時に歌ってた歌で、ここにね、これ皆さん今手元に歌詞がねあると思うんですけど、そこに「ニシン」ってねここに書いてあります。ニシン漁があって、その時にみんなでやっぱ今と違って今はもう全部ね、もう網投げて電気でぐるぐるって巻いて、それをこうね水揚げして収穫っていうかさ、魚を取るけど、昔はそんな電気とかないからみんなでこう網投げて、それをこうみんなでこう引くわけですよ。その時の「よいしょよいしょ」みたいなのを全部歌で。じゃあ一日中歌ってたんですかこれ？そうだよ。ニシンね、ニシンって今魚がいまして、どんな漢字書くか？漢字？書けるな。ニシン？もうひらがな出てますね。ニシン。これ大変ですね。はい、来ました。中国語みたいです。難問魚編漢字に多分。ああ、難しい。初めて見ました。で、その組曲の中の1曲で、その組曲も全部この歌は例えば網を引く時の歌、この曲はその取った魚を網から落とす時の歌とか、そういうのを全部分かれてて、その中の1個がこの今歌った「ソーラン節」で、これってちょっとソーラン節を調べると。分かるんだけど、歌詞がもうねほとんどね一致しないの。ソーラン節歌詞とか調べても、うん、パターンが、ね、すごいいっぱい出てきて、それってなんでかって言ったら、もうその土地の人たちでもう自分たちでその、ね、歌をねもう作って勝手に歌ってるから、だから残ってるものが全部違うっていうか、まあ労働歌って労働歌とか、まあ、民謡って基本そうなんだけど、はい、歌詞が全部違ってその土地どっちによって、まあ、いろんなやり方があるっていう。なんか方言みたいですね。まあそうだね。でしかもなんかそれで僕がその舞台やってる時にすごいなんか面白いなって思ったのが、そのね歌をね歌う役だけの人がいる。船に乗って羽越船頭っていうこれ、ね、超かっこいいんだけど、波にね声って書いて羽越船頭っていう人がいて、まあその羽越船頭っていう人が歌を歌って。その人のリズムに合わせて、そうで今日はちょっと、この感じ波がこんな感じだからちょっといつもより歌の BPM をそうテンポとか全部その人が、その人一切用しないんです。すごい職業だ。でもその人が一番高級取りで、そうなんですよ。みんな手元に歌詞持ってるけど、それも全然もうほぼ毎日買えるぐらいので、なんかその歌のネタがなくなったら夜にその当時の酒場みたいなところに行ったり、なんか女遊びとかして、今日こんな面白いことがあったっていうのを次の日の量ね歌にしたりして、でそれでみんなでこう一緒に頑張るっていう、それ箱にするぞっていうね人が、だから本当に今これたまたまこれがポピュラーになったから、まあこの歌詞が残ってるってだけで。本当にね、ちょっと違ったらもう全然違う歌詞がね。なんで先生はそんな詳しいんですか？先生は勉強したからです。勉強の顔の熱意がすごい。だからなんか結局、まあその僕がこう一番何をこうソーラン節を今回歌う時に何を言いたいかというと、歌詞とかリズムとかテンポとか、まあいろいろ気にすることあると思うんだけど、でも結局ね。あんまりもう気にしなくていいっていう。一番大事なのはライバル。魂、ソウル。おお。おめでから声を出す。おお。やっぱ波だからね。歌詞の解釈。それぞれすごいドヤ顔で。もう。なんだろうね。まあもう本当気持ちだけ。なんかやっぱ最初はこうみんなこううまく歌おうとか、音程が、まあ、もちろんね大事っちゃ大事なんだけど、なんか音程が違うからちょっと声が大きく出せないみたいな、そういうなの知らんみたいな、もう海に出るんだろうと、もう波の音と風の音に負けてるようじゃ話にならないんだと、とりあえず腹から声出せみたいな、もうでなんか重心をもう低くしなさいみたいな、もう今これから声出てるから。もうこれでとりあえず海にいることを感じて、もうそのね気持ちが一番大事。でもまあこれ一人で歌うわけじゃないから、もうみんなで歌うから、そのなんかこう違うのがまたそれが個性になると。丹田ですよ。もうでもまあ丹田知らないと思うよ。あれ丹田知らない？ノー丹田？ノー丹田。丹田ってなんかこのへそのこの拳一個下みたいな。ここら辺にある生命力の源みたいなポジション、まあここからよく腹から声出せみたいなさ言うじゃん。そういう時に下っ腹、下っ腹意識してとかさいうそこのなんか名前が丹田です。ミシンです。羽越です。ミシンです。まだまだ。なんかちょっと出てくる。最悪も風とか。これその当時の5尺って1尺って大体どれぐらいか分かる？え、1メートルじゃないですか？お、1人ずつどうぞ。どうぞ。これね。1尺80センチ。1メートルじゃないですか？やっぱ90センチ。一区切りということで。1メートル100センチ。すごいよ。今初めてポンコツ感の方。100の方です。1メートル100センチです。キビナも50センチぐらいですか？なんか五尺体って書いてあるから。なるほど。30センチ物差しは残ってるじゃないですかって。30センチ物差しって言います。30センチ。だから30センチじゃないですか。竹でもあるし、なんか小学校の頃配られてた。そうかもしれない。だから昔っぽいじゃないですか。そうかもしれへん。いやとかじゃなくて、もう多分普通に分かってるんですけど、一尺は30センチですよ。そも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 知ってました。知ってた。ですよね。でもさ、男約30センチ。約30センチ一尺。どういうことでも150センチ。昔の人って身長が今みたいに高くないから、大体本当その大正とか明治とかそれぐらいの人って多分150センチぐらい平均身長。そうなんですね。今例えば僕が177センチだから、その時代に行ってたらもうまず巨人みたいな。それがだんだんなんか食文化が変わったりなんだりして、みんなね、そのだってこの当時って。それこそ、まあ、ちょっと正確なことは僕もあんま分かんないけど、基本的にあんまりお肉食べないとか、ね、菜食主義じゃないけど割と質素な、そうそう、だから今みたいになんかステーキイエーイみたいな感じでもないから、5尺でだから150センチぐらいが平均身長でっていうことですね。これからまあ多分みんなでソーラン節をねこう歌いますってなると思うんだけど、海を感じて、このコンクリートジャングル東京にいながら海を感じて、あとはもう楽しく歌うっていうのがやっぱり一番ね、歌ってなんか楽しんだ方がいいから。突如先生がやってきて何を言い出したのかと隊長は思ったんですが、何の歌にもなんか通ずるものがありますね。結局は気持ちからっていうのはすっごいちゃんと真面目に喋ってるでしょ。授業を受けてる気持ち久しぶりになりました。なんだか歌えそうな気がしてきました。歌いたくなってきた。高まってきた。高まってきました。高まってきますね。来ました。来た。お、新しい称号。一尺の30.30。はい。それではですね、もう皆さんに魂を伝えたので、もう入ったでしょ。はい、入りました。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 はちまき持ってますか。お、持ってます。心のはちまきと一緒にそのはちまき締めてください。はい、はい。締めました。じゃあ肩幅に足を開いて、はい。手構えて、よー。片幅に足開いて手前出してよーえんやれんそら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 んはいはいにしんかたかとかのめにかけば私は立つ鳥へ波に聞け優しい